こんにちは、デリッシュキッチンです。クックパーの提供でオフチョコラスクのご紹介です。耐熱容器に無塩バター 50g を入れ、サランラップでゆったりと蓋をし、500ワットのレンジで約1分加熱します。オーブンの天板にクックパークッキングシートを敷きましょう。溶かしバターとグラニュー糖大さじ3を用意し、車麩6枚を1つずつバターにさっと浸し、すぐにグラニュー糖をまぶして天板に並べます。焼き麩20個も同様にバターとグラニュー糖をまぶして天板に並べましょう。180度に予熱したオーブンで約8分焼き、クックパーごと金網などに乗せて冷まします。溶かしたコーティングチョコをスプーンなどでかけましょう。ホワイトチョコも同様にかけます。チョコをかけない部分も残しておくとラスクらしいクリスピー感になりますよ。好みのトッピング材料でデコレーションをし、チョコが固まったら完成です。クックパーならさらっと剥がれて仕上がりが綺麗です。ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。